まず、ラモンさんに、えー、聞かせてください。ズバリ、ベティスがなぜイヌイ選手を獲得したのかというところを、uh, 直球で聞きたいと思いますけれども、え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 、スえ、え、え、ーえ、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 ンエルエえ、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 スえ、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 ルえ、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 スえ、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 フィチョポえ、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  Es el trabajo, es un jugador que es muy, muy trabajador, eh, la humildad, es, un trabajador, es una persona muy humilde, y el colectivo, siempre pone por encima de, de su interés personal el interés del grupo. Creemos que esos tres valores son muy importantes para triunfar en el fútbol, era lo que estábamos buscando en el Betis, y un jugador tan completo como Inui, que es tan trabajador, eh, con tanta humildad, creemos que nos va a aportar mucho y nos va a ayudar a crecer. なぜサインしたかというところなんですけれども、えー、一番大事なところ、やはり、えー、プレーの勤勉さ。 ですもう一つやっぱり謙虚さがあるもう一つはチームプレーコレクティブなプレーができるこの3つがやはりあの委員選手サインをさせてもらった理由になりますまあ、チームの中でこの3つが非常に重要な要素になってきますまあ、非常に 全てにおいてレベルが高いというのはもう、えー、証明してくれていると思いますので、えー、ベティスでもお活躍してくれるかと思いますそしてまあ8月に開幕する新シーズンはいよいよベティスがヨーロッパリーグに帰ってきます、えー、ラモンさん、えー、イヌイ選手のどういった活躍を期待されていますか、えー、ルルスエ,スイイエルベティスバーボルベラーラヨーロッパケスエスペラでイヌイエルベティス Bueno, yo creo que si Inui, como estoy seguro que va a hacer, trabaja día a día en los entrenamientos, eh, va a conseguir eh, triunfar en el Betis, va a conseguir jugar mucho en el Betis y va a conseguir, nos va a ayudar a que el Betis haga el año que viene una gran temporada. Pero todo se basa en ese trabajo diario que es el, el camino hacia, hacia el éxito. Así que estoy convencido que Inui con su trabajo nos va a ayudar mucho a crecer y que va a ser un jugador muy importante en una temporada muy ilusionante para los béticos. まずあのアドバイスとしてはあの一日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 の練習をあの毎日、えー、こなして100%でこなしていく、えー、その先に、えー、必ず犬井、えー、選手の、えー、ベティスでの成功があると思いますありがとうございます犬井上選手ラモンさんのまあ絶賛をされてましたけどもご感想は <laughs> いやもうやっぱり嬉しいですしまあでも。 まあ,あとはもうプレーで証明するしかないかなとはお話をもらったときからやっぱりベティスの高評価だったりとか、まあ、自分がベティスでやるプレーイメージっていうのもある程度持てたでしょうかそうですねまあ今年去年の、えー、昨シーズンのベティスのサッカーっていうのはすごく魅力的だったので、えー、自分もその中でやってみたいなっていう思いはすごくありましたし、まあ、そういうときにあのオファーをくれたので。 もらえたので、えー、挑戦しててみたいいいなっていう思いは、ありましたね、はい、ではちょっとスペイン語もしっかりと質問で読みながら質問させていただきたいんですけども、乾イイ選手、今回あの、ラリーガの新入団選手としては初めてスペイン国外であのプレゼンテーション入団会見をするということで、史、ま、上、あ、ラリーガとしては史上初となる選手となったわけですけれども、まあ、このような形で日本からこのベティスの新しい 挑戦が始まったことについて、まあ今どのようなお気持ちかというのをお聞かせください。LSL プリメルフガドルデラリがプレゼンタンドエンスパイスナタール、フュエラデスパニア。コモテシエンテサール、ダールイニシュアイスタネヌエバベントラ、コエル・レアル・ベティス、アシエンドアデマス・エン・ハポン。よろしくお願いします。まあ、こういうこと、機会もあのなかなかないことなので。 すごく日本にとってもこうスペインにとってもすごくいいことだとは思うのでこういう機会がねまたどんどん増えていけるようにあのここからの自分の活躍次第だと思うのでそういうのもえまあこれが1回で終わらないようにしていきたいなと思います。 ありがとうございます。えー、続いてなんですけども、まあ来期チームとしてはヨーロッパリーグ参戦しますし、まあチームとしてのご自身でのえ意気込み、それからまあセビジェという街のイメージがあれば、そこでの新生活を含めた生活面でのこう意気込み期待教えてください。ケイスペラスデスタヌエバエタパエンセビジェイデルデブエンヨーロッパ。そうですね。ヨーロッパリーグはあの自身 2、えー、度,度目なんですけどフランクルトの時に一度ありましたし、えー、でも、その時きはあのー、大して試合にも出れずに終わっているのでやっぱりヨーロッパリーグはあのー、出てみたかったですしすごく楽しみな、えー、大会です、えーまあ。ちょっとでも、ねあのー、勝利に貢献できるようにまずはチームでレギュラーを取れるように。 頑張っていいいきたいなとは思います街のことはあんまりまだ分からないので、試合でしか行ったことがないので、でもいい街だっていうのは聞いてますし、えーまあ、楽しみですね、その生活面含めスタジアムはどうですか、ベニート・ビジャマリンでプレーされたこともありますけども、も圧倒的なこう熱量ありますけどもそうですねあの、スタジアムはすごくお客さんも多いですし、雰囲気もすごくいいので。 まあ去年の,あのベティスとやったときにまあ移籍するかどうかのちょうど時でえ拍手とかもしてもらえたのであった、ねはいまあ、温かいファンだなっていうのはすごく思いますしまあただ、厳しいっていうのも聞いているのでそういうふうにあの厳しくされないようにえいいプレーをしたいなと思います。 はい、ここでは最後の質問になります、えー。まあ、ワールドカップ、ロシアワールドカップでは素晴らしいご活躍で。まあ、日本のベスト16入りを、ね、こう、検していただきましたけれども、ワールドカップ後それによって、ご自身、あるいは、こう、周りの変化、何かございましたでしょうか。ええ、トゥアクターション、ラコパデルムンド、の <noise>、パスアドイン、アドベルティーダ。アカンビアード、アルゴ、デスプレス、デトゥブエン、パペル、イーエルデーハ、ポエン、ルシア。 まあそうですねあんまり今まではねあの顔をさしたりはしなかったんですけど電車を乗るたびに顔もさしますしプールに行くだけで盗撮もされますし <laughs> <laughs>、えー、子供と運動会に行くとこの間あったんで行ったらすごくあの子供たちが寄ってきてくれたりとかそういうのもあるのであのワールドカップの影響っていうのはすごく Bueno, ahora viene un gran momento que es vamos a entregarle a Inui la camiseta que va a defender, esperemos las tres próximas temporadas y esperemos que mucho más tiempo y vamos a descubrir el dorsal o el número con el que Inui va a competir la temporada que viene. Eh, と思いますえー、背番号ですね、これからお伝えしたいと思います。今回、えー、とベティスに を決定した一番のの要因とといいいうものを教えていただければと思います,そうです、ね、あの自分自身、えー、今年でもう30になりましたし、えー、おそらくこれが、えー、ラストの移籍になるんじゃないかなと思ってその中であのベティスのサッカーというのは自分自身があのすごくやりたかったサッカーだったので、えー、オファーをもらったときに、まあ、もちろん迷いましたけど。 あの挑戦してみたいなという思いがすごく込み上げてきたので、えー、決めましたこの移籍に関して、ご家族の方とはどのようなお話をされましたか基本的にはもう移籍のことは相談しないので、あの自分自身が決めて、もう行くということだけを伝えますワールドカップでも活躍した乾選手なんですけども、このベティスに移籍して、どのようなプレーでチームに貢献したいと思っていますか まあもちろん攻撃の選手なのであの攻撃で違いを見せれれば一番いいと思いますしただ、あの守備も、えー、エイバルに行ってあのすごく学べましたしそれを、えー、無駄にすることなく、えー、ベティスでもしっかり守備をしながらチームに貢献していけたらいいいなと思います。乾選手にとってあのベティスはどのような印象をお持ちですか ベティスは、イニシ選手はどのような印象を持ちですかチームでってことですか、はい、もうあの、すごくパスサッカーが、えーうーん、なんていうんですかね、パスサッカーのチームだと思ってますし、あのすごくいいサッカーをする印象が、えー、あるので、特にベティスのホームで、あの昨シーズンやったときは、すごく回されましたし。えー いや本当にうまいいなという印象がありますまた今度、えーと、ワールドカップでは日本代表は、まあ、世界的には小柄な方う、えー、だとは思うんですけども、この印出選手も小柄で、えー、と小柄な選手がこの世界の舞台で活躍するというのは、この日本サッカーにとってはどのような意味があると思いますか。うんまあ、僕みたいいなこう体も弱い、えー、選手が 海外でやるっていうことはすごくたぶん勇気を与えられると思うので、えー、そういう選手でも世界とやれるっていうことを、えー、子どもたちに分かってもらえれば一番いいかなと思いますこの新シーズンに向けた意気込みをお願いしますとにかく、えー、もう楽しみでしかないので。あのー も楽しんでサッカーをやりながら、その中で、えー、ヨーロッパリーグもそうですし、リーグもちょっとでも上に行けるように頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。代表以上です。はい。その他にご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。 すませんフジテレビ長ですす選手に質問させていただきますあのロシアワールドカップが終わったところで恐縮なんですけれども4年後のワールドカップに向けてベティスでどんなプレーを磨いていきたいなと今、思われてますかそうですね、まあ、4年後をまだ見てないですし<あ>あの契約も2年なので。 あの2年しかしてもらえなかったので、えー、とりあえずは、えー、1年1年を頑張っていこうと思いますし、まあ、その中であのもちろん最後に、えー、4年後に選ばれれば一番いいことだと思いますしでも、まずは、えー、レギュラーを取れるように今年頑張っていきたいなと思いいまますすありがとうございます、はい、その他ご質問がある方いらっしゃいますでしょうか。 それではお隣のダンスあすいませんこちらの後ろの方にすみませんあこんにちは J スポーツの菅原と申しますえっとベッティスはもうすでに今シーズン7月の6日からキャンプが始まってますでえっと先日あの現地メディアでは犬井選手とメキシコのグアグアドラードワールドカップに参加した選手は26日から合流するということで、えー、ポジションを取るっていう意味ではちょっと20日間も えと合流がこう遅れてしまうという中で例えば現地の選手がたまにやるちょっと23日こうバケーションを短くして参加してこうファンと監督にアピールしたりするようなことがあると思うんですけどそれをお考えですかそれとももうちょっと今は休ませてくれみたいな感じですかね。えそうでですすね、まあ、正直ちょっとと疲れているる部部分分はあああので休みたい部分もありますしあとは 基本的に家族と離れている時間があっちには一人で行っているのでちょっとでも家族と一緒に行きたいっていうのもありますし基本的には26日合流で考えています。えっと 中日子供ウィークリーの今村と言いますよろしくお願いします,ししますあの井上選手は小学校一年生の時にお兄さんに憧れてサッカーを始めたと聞いておりますけれどもどんな子供だったのか教えてくださいそれともう一点夢を追いかける子供に向けてのメッセージもお願いしますどんな、えー、そうですね多分わがままでやんちゃな子供だったと思いますしただあのー、多分好きなことはこうとことん やるとといいいうかそういうかそタイプだったとは思います逆に嫌いなことはやらないってもう勝手に決めつけて、はい、そうですね頑固なわがままな子でした,子供たちにはもうとにかく、えー、サッカーを楽しんでもらいたいですし、まあ、サッカーだけじゃないですけど自分の好きなことを楽しんでもらいたいなと思いますし。 えー、そのためにも自分たちはあのーまあ、もちろん辛いところを見せることもあるとは思いますけどちょっとでもあの楽しくやっているところを見せれたら子どもたちもそれを見て、あのー、楽しくやりたいなとうう思ってくれると思うので、えーまあ、自分もあの楽しくやっている姿を子どもにも見せていきたいなと思います。 まあ今現在、えー、スペイン女子一部リーグでプレーされていますけれども、日本の女子サッカーとスペインの女子サッカーの違いを教えてほしいのと、まあ、それと、今後乾選手も生活されるであろう、まあ、セビージャという都市、そこでの生活について、その2点を教えてください、えっと、まず、日本女子とスペイン女子の違いですが、サッカーに関しては、まあ、そんなに。 差はないというかやっぱり戦術だったりとかあとは選手の特徴あとリーグの特徴っていうのは全く違うんですがサッカーに対する選手の思いだったりとかあとプレーに対する姿勢であったりっていうのは日本もスペインもあの変わらないかなと思いますで、まあ、大きな違いというか、あのー、スペインの女子は結構ルーティーンというか あの日本ではロッカールームで結構静かにっていう感じなんですけど、スペインはもうそうじゃなくて音楽が賑わって、あの踊もう試合前に踊ってるっていう状況があの最初は私はちょっと慣れなくてあの <laughs> 戸惑ったりもしたんですが、今は楽しくやれてるので、はい行ってよかったなと思ってます。であのセビジャの街は本当にあのベティスのサッカーを好きな人が多いですし、あの本当に公園をジョギングしてたら 犬の散歩をしているおじちゃんがこの間試合出てたよねっていう感じで声をかけてくださったりとかあとは、街を普通に歩いててもすれ違いざまにベティスのキーパーの子だよねっていう感じでもうフランクにいつでも声をかけてくれて温かい方が多いので本当にあの住みやすいですしちょっと夏は暑いですけど <laughs> あのいい、住みやすい素敵な街だなと思います。 ありがとうございます。もしかすると楽屋で乾選手からあのセビジャ、どういう街自分が適応するにはどうしたらいいんだろうとかお勧すすめのレストランなんかを聞かれたかもしれないですけど乾選手にこう何か適応面でアドバイスできるとしたら何でしょう1点だだけ教えてください。本当にセビジャは夏暑いので水分補給だけしていただければいいかなと思います。それ以外は本当に素敵な街な街ので、で、はい、早く来ていいたただきたいです。 ははいいいあありりががととううごござざまます山根選手ありがとうございましたこんにちは実は今日初めてお会いしたのであのまだまだ私が緊張して井さん大スターなのでお話しするのもすごく <laughs> 緊張してしまうのであのこれからいろいろまたお話の中で、はいろんなこと私もお聞きしたいですしいろいろベティスのこともお伝えできたらなと思っています。 次のシーズンはやっぱりベティスでしっかりレギュラーを取る結果を残すっていうのが目標です。はいえっと、来シーズン終了後にはあのフランスワールドカップが女子は控えているのでそこにしっかりとメンバーに食い込んで日本のチームのまた、えっと、優勝を目指すっていうところに力になれるように頑張っていきたいと思います。